はいどうもカパ園長です。じゃあこの動画ではね、デニオっておかしいな沖縄県知事のこの玉城デニーさんですかね。なんかね、アジア歴訪、アジア歴訪というかもう徳は歴訪みたいなことやるらしいんですよ。この中国と、とある半島のあの国を訪問、まあ、ついでに台湾にも行くらしいんですけども、政府の人間でも何でもねえのに、ね、自治体外交とかなんかそんなこと言い出してね、まあ、この人そういう人なんでね、一体いつまでこの人沖縄県知事ね、なんかおかしいよな本当な、いつも思いますけども、まあ玉城デニーさんが自治体外交を強行すると国民の思いね、国民はお前の応援なんかしてねえよ、代表して伝える、それが外交だから、それをなんで沖縄県知事がやるんだよ。中国、台湾、韓国訪問を検討してるんだって。これ誰か止めるやついねえのか？なんかそんな権限さ、ねえ、ないはずなのになんでそんなことができんの？まあ意味がわかんねえな。玉城デニー、沖縄県知事がね、自治体外交展開だって、ね、外交ってだって自治体のこの長がやることじゃねえじゃねえかよな。こういうのなんか制限かけられないの？そんな権限ないはずだよな。でアジアの緊張緩和へお前が言うのかよ、引っかき回してる張本人の一人の癖しやがって。沖縄から貢献、中国台湾韓国訪問を検討だってふざけてんな。玉城デニー沖縄県知事が20日、沖縄が武力攻撃に巻き込まれる恐れが強い台湾有事を回避する、そのためにね、その目的でって一応言ってるんですけど手引きしてるやつがなんか抑えてんな。県として自治体外交を展開する考えを示したと。こういうのってさ、何の許可もなくこんな勝手にやれるもんなの？まあ、やっちゃってるけど。で玉城知事が沖縄から地域の緊張緩和への貢献を図っていくとよく言うよな売国風情が。で今後も新型コロナの感染状況を注視しながら、私や副知事が中国、台湾、韓国などへ訪問し、カウンターパートとしての関係構築を継続したいどこの誰を想定してんのカウンターパートって例えば中国の王毅外相とかのこと言ってんのかな。お前は沖縄県知事だぜ何言ってんだよな本当。いやーもうこれね、もう当然これ公安のね、監視対象になってますからね、リストの結構上位だったと思うんですけども、おかしいだろこういうの、政府としてこれ阻止できないの？てかもう逮捕していいだろこれ、外観誘致で。いつまで野放しだ本当にさ。いやもうだってこういうさ、そうだからもうこれいつももう一個のチャンネルの方でも言ってますけども、もう反日ね、よその国でよその国のやつらがね、日本のこと嫌いでっていうのは別に好きにすればいいですね。どんだけ嘘ついて、どんだけね、この嘘でたらめこいてね、日本が日本もって好きにすればいいんですよ。ただ日本国内でね、しかもこいつはだって日本の税金で飯食ってる身だろ。何やってんだよって話じゃん。普通に国家反逆罪、外観誘致だろ。甘いよな日本ってね。なんかこう何かしらこの自由、権限、権利かね、なんかこの表現の自由とかさ、なんか言論の自由とかさ、なんか履き違えてなんかこう逆手に取ってさね、日本を攻撃したり日本を売り飛ばしたりするやつが後立たねえからさ、やっぱちょっと変えないとダメだと思うけどね。堂々とこの売国ね、しかもなんか日本の税金使っていくんだろこれ。中国だの台湾だの、台湾に何しに行くのこいつ。思いっきり媚び中ね、反日媚び中知事の癖しやがって。だって外交でしょ、もう政府の専権事項じゃなかったっけ。なんでこんなことに堂々とほざいてんの。もう逮捕しろよこいつ。普通に外観誘致だよ。マジで。いやもう冗談抜きで、いや明らかにもうだって正体隠す気もねえじゃん。堂々売国反日やってるわけじゃんねえ。でもっともっと露骨に
いやふざけすぎだろうね。いつの間になんか琉球王国皇帝にでもなったつもりなのか。うん、自治体が外交をやったらもうダメってことにしないとダメなんじゃないのね。え、まあ、もうそういった反日国家徳川の連中と友好都市締結ね、あんなもんもう不許可にしろよ。うん、だから結局 沖縄は琉球だ、ね、国だっていう認識なんでしょこの人はね。うん、いやもうおかしいだろね。逮捕しても即ねこのぶち込んで死刑だよ本当に。これってさ、もうなんか法律に触れてると思うんだけど、なんでやらねえの、なんで取り締まんねえの。え、外観誘致罪適用案件だと思うけどな。まあ実際にこれ軍隊攻めて来させないと無理なんでしたっけ確かね。だからこの玉城デニーさんが中国だから人民解放軍を呼び込んで侵略行為が始まったらね、うん、外観誘致なんですけども、その前にさ、ね、それにつなげるであろう、つながるであろう、ね、うん、その前の段階でもさ、いやもう十分おかしいぜ。ね、うん、なんか日本やっぱり甘いよな、うん。だってこういうことを沖縄県民が望んでるとは到底思えないですよね。うん、ね、なぜこういうやふざけたやからが当選できんのかな。うん、だからまあすでにこのデニーさん的にはねもう独立したつもりなんじゃないですか。で自分がその琉球王国の、ね、代表のつもりなんでしょうね。うん、まあもうだ外国のこの政府とかこの軍隊などこの外国のね国家機関とまあなんだろう通じてまあ共謀してまあ、日本国に対してこの武力を行使させる罪のことなんで、外観誘致罪ってね。だから当然これ死刑ですよもしそうなったら。あとこの外国から日本国に対してこの武力の行使があった時に、ね、これに味方してその外国のこの軍務に服したり、まあ、だから寝返って、ね、向こう側の人民例えば中国が相手だったら人民解放軍に混ざってとか、あと武器弾薬あと秘密の情報を提供したりだから漏洩ですかね。うん、情報を売ったりなんかして、外国にこの軍事上の利益を与える罪、これが外観援助罪とかって言うんでしたっけ。誘致が81条、援助が82条とかじゃなかったかな。だからこれ当然この死刑あるいはこの無期、もしくは2年以上の懲役だからまあ厳罰重罪ですよね。うん、で特にこの未遂が罰せられるほかこの犯罪のこの準備や陰謀をしただけでも、1年以上10年以下だからもうとっ捕まえてぶち込んでいいと思うんだけどね。外観誘致っていうともう軍隊引き入れてくるとこまで行かないとダメだから外観罪だから準備罪でいいじゃんね。うん、陰謀だよ準備だよ明らかに。うん、なかなか難しいんだろうけど明らかにもう正体隠してないやる気満々なんだからさこいつはね。うん、ボケーっとしてたら本当に誘致されちゃうぞって普通に思いますけどもね。うん、ということで今回は以上でされてございました。ではまたごきげんよう。